信長が播磨平定に向かう一方、木津川口の戦いを制した秀吉は荒木村重の居城有岡城に進軍していた。この一戦で敵に幽閉された官兵衛を必ず助け出す。秀吉はそう決意して戦場に臨む。その思いは竹中半兵衛も同じだったが、半兵衛は自分に残された時が長くないことを感じていた。有岡城の戦い。時は来た。みんな準備はいいな。必ずこの戦いで官兵衛を救い出すぞ。承知。うん、ようやくこの時が来たね。僕も先輩として頑張らないと。行こう秀吉、和治君。この戦い何が何でも負けられないよ。主、軍師は皆まで言うな。和氏、半兵衛はもともと頑固なやつだ。あんな風に腹くくられちゃもうオイラからは何も。今オイラたちにできるのは無事にこの戦を乗り切ることだけだ。いいな和氏。官兵衛はオイラが必ず助ける。策は任せたぞ官兵衛。うん、まずは官兵衛の居場所を探らないと。城を囲んで進軍の足がかりを作るんだ。任された。官兵衛、和氏、官兵衛、お前たちがいてこそオイラは。砦は奪えたようだね。よし、二手に分かれて城へと進もう。やっぱり本調子とはいかないや。でも今ここで頑張らないわけには。伝令、この地に毛利勢が迫っている模様。毛利が。早いとこ官兵衛を救出しないとな。秀吉、官兵衛救出の策を思いついたよ。準備が整うまで西方に敵を近づけないで。よっしゃ任せとけ半兵衛。オイラたちが敵を引きつけてやるよ。一体の敵を始末し奴らの目を奪う。官兵衛、先輩の務め必ず果たしてみせるからね。みんなの協力無駄にはできない。官兵衛は僕が見つけてみせる。よし、いい感じだね。僕も準備を進めよう。官兵衛の居場所必ず探り当ててみせる。この砦奪わせはせぬぞ。荒木勢は兵の統率が今一つだ。だから弱みをついたこの策なら必ず。奴らめ、東から攻め入るつもりか。急ぎ守りを固めよう。よし、敵は東側に向かったみたいだね。ここまでは順調だ。はあ、なんとか砦を奪えたね。これで毛利の到来に備えられそうだ。半兵衛様、ご指示通り兵に敵の具足を着せました。ありがとう。これで準備は整ったね。この策で官兵衛を救ってみせるよ。こちらより敵襲だと。散らかせた。開門。策を仕掛けるための体制を整えるよ。砦を奪って
技法を敵に流すんだ。打ち尻。軍師、いえ、何でも、どうか務めを全うしてください。うん、ありがとう、カズージ君。僕はやりきってみせるよ。よし、体勢は整ったね。みんな準備はいい？指示通りに頼むよ。今織田に下れば許されるって本当か？三兵衛様がそう言っていたらしいが。なんだと？こちらの旗色が悪い今、織田につくのが賢明かもしれんな。報告、兵らが一部離反した模様。黒田官兵衛が先導しているようです。何、官兵衛が？使い寄らせ、今すぐ先導を止めるのだ。開門。門が開いた。一体何故？散らかすよ。よし、見つけた。官兵衛はあそこだ。すぐに助けに行くよ。敗北条件変更。官兵衛、急いで助けなきゃ。それが僕に残された先輩としての。先輩、申し訳ありません。俺の不手際でご迷惑をおかけしました。ううん、気にしないで。君を助けられて本当によかった。やつらにしてやられたわ。何か手を打たねば。このままでは。でね、毛利の手勢間近まで迫っている模様。まだ荒木様はご無事のようですね。よかった、どうやら間に合いました。勝利条件変更。おれ、おお、来たか毛利よ。城外にて合流し体勢を立て直そう。開門。荒木様はこちらに向かわれている様子。護衛を出し彼をお守りしましょう。任された。荒木め、毛利の元へ向かうつもりか。合流されると面倒だな。荒木を毛利と合流させるな。体が鉛みたいだ。まだ僕は止まれない。任された。私たちを待ち構えていたようですね。敵ながらあっぱれです。よし、やってやったな。やった。荒木殿、なぜ有岡城を離れた？一気に畳みかけましょう。織田を包囲し袋のネズミにするのです。はい、やっちゃおうか。毛利のやつら、オイラたちを一気に潰す気か。そうはさせねえ。荒木は保身に走り同胞を切り捨てた。お前たちも身の振り方をよく思案しろ。ふぬけた荒木に捧げる忠などござらぬ。我らはこれより織田と共に参ろう。伝令、
毛利の御詰めが迫っている模様。毛利の兵力、甘く見ていたかな。急いで手を打たないと。あの砦を制圧して進路を封じよう。そうすれば毛利本体とも連携できないはず。任された。天下無双、悪くねえ響きだ。よし、これでどうにかなったかな。テルモト様、お待たせいたしました。僕の手で毛利にくさびを打ち込むんだ。大丈夫、僕ならできる。何、進路が封じられて。これでは本体との連携もままならぬ。よし、これで少しは貢献できたかな。あ、でもこれ以上。え、僕が天下無双の軍師なの？私が出ます。みんな続いてください。任せろよ、当主様。開門。任された。吉川もあいつの腕は並じゃねえ。みんな気を抜かずにかかれよ。生きてるな、勘兵衛。ならさっさと策を用意しろ。軍師ともあろうものがまさかなまっちゃいねえよな。再会早々言ってくれる。だがそれでこそ数字だ。ああ、ここまでか。まあいい、勝負はお預けだ。一緒にやろう。承知。散らかせよ。勝利のため知ってください。なんと素晴らしき戦果よ。はい、おしまい。よっしゃ、なんとか勝てたな。勘兵衛も助かったし万々歳だな。あ、勘兵衛。うん、本当によかったね。あ、勘兵衛。おい、しっかりしろ。お前ってやつは。先輩。ああ、勘兵衛、君が無事で本当によかった。俺のことなどどうでもいい。それより先輩だ。このような状態になるまでなぜ。おい勘兵衛、お前大丈夫なんだよな。まだオイラと一緒に戦ってくれるんだよな。ごめん、少し無理がたたったみたいだ。仮にも軍師が己が状態を見誤るなんて情けないや。軍師、くそ。ねえ秀吉、まだ僕は君にかけてるよ。必ずこの乱世を変えて見せて。先輩。そんな、ま
だ俺はあなたに何も。おい待ってくれよ半兵衛、オイラを支え抜くって約束したじゃねえか。オイラを置いて勝手に行くなよなあ半兵衛。おい勘兵衛、主はまだ。ああ、未だお一人で陣にこもられている。無理もない、俺だってまだ心の整理などとても。よう、心配かけたな勘兵衛。和氏、おいらはもう大丈夫だ。秀吉様、もう良いのですか。ああ、半兵衛に託された未来、必ず形にしねえと。いつまでも腐ってられっか。から元気ですね、秀吉様。勘兵衛、てめえなんつう口の利き方を。ですが、そのお姿に進むべき未来の光明を見ました。先輩に、皆に救われたこの命、秀吉様のため捧げます。ああ、頼むぞお前ら。さて、先を急がねえとな。次の相手は三木城の別所長春だ。行くぞ。